ロッテルダムはオランダの南ホラント州にある基礎自治体。オランダ国内でアムステルダムに次ぐ人口第二の都市であり世界屈指の貿易港であるロッテルダム港を要する。アムステルダムに比べて近代的な建築物が多い。13世紀に成立した集落が起源であり、1328年に都市圏を得た。16世紀頃から 港が発達し、港湾都市として、大西洋貿易の流星とともに発展。1872年には、マース川川口に開通した、浸水路をさらに新作し、大型外交船が、北海から直接入港することが可能となった。この運河の利用で拡大した貿易が、19世紀末の、さらなる急速な経済発展につながり、 アムステルダムに続く都市へと成長していった。第二次世界大戦では、ナチスドイツによる爆撃で、旧市街と港はほとんど破壊され荒廃し、ドイツに降伏した。戦後は、近代的な計画都市として、海上交通を軸に復興を果たした。ライン川、マース川、スヘルデ川が北海へ注ぐデルタ地帯に発達した港湾都市。これらの川を通じて、 ドイツ、ベルギー、フランス、スイスにまで、その広輩地が広がっている。町自体は、マース川沿いに位置している。近隣の都市としては、約20キロ北西にハーグ、45キロ北東に、ユトレヒト、45キロ南東に、ブレダ、60キロ北のアムステルダムなどが挙げられる。1965年、ニューヨークを抜いて、世界第一の貿易量を誇るようになり、 2003年まで世界一の貨物取扱量を維持した。その後、2004年に上海港とシンガポール港に抜かれ、2010年代には中国の諸都市、富山、土台などの工人を廃するようになったが、欧州主義の座は維持している。ドイツのルール工業地帯とライン側で結ばれていること、各国から欧州への輸出品の多くがこの地から に上げされていることも貢献している。主要産業は、石油生成、造船、化学製品、金属製品、製糖また世界的な大企業、ミッタルスチールというニリーバの本社がある。ロッテルダム港欧州連合の海の玄関口とも言われる、ロッテルダム港が、ライン川の河口のこの地に作られている。ライン川、 川口域をすべて閉鎖して高潮から国土を守るデルタ計画においてもこの港と北海を結ぶ航路は前スランと稼働席により確保されている空港は格安航空会社などが就航するロッテルダム空港が郊外にあるがオランダの主要空港であるアムステルダムスキポール空港へも鉄道で45分ほどで行くことができる国内及び近隣国各都市との間に ロッテルダム中央駅より、オランダ鉄道が頻繁に列車を走らせており、パリ北駅へは高速列車タリスが、ベルギーのブリュッセルへは、インターシティが運行されている。また、デンハーグには、ランドスタッド鉄道、エラスムス線で行くこともできる。この路線は、元は、オランダ鉄道の路線であったが、2006年に、LRT 化され、ロッテルダム電鉄が運行している。 市内交通は、ロッテルダム地下鉄やトラムが運行されている。ロッテルダムセイローレンス協会の庭にある、エラスムス像現代建築の例として、キューブハウスと称される個性的な形態をしたマンションが有名である。マンションの一室は公開されており、観光客も見学することができる。機能主義建築の傑作とされるファンネレ工場は、2014年に、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。世界最初の歩行者天国とも称されるラインバーン商店街では約1キロにわたってショッピングストリートが続いている。都市の中心部から自動車を締め出すという都市計画は他の都市にも影響を与えた。ガバと呼ばれる音楽ジャンルの元となったロッテルダムテクノの発祥地としても知られる。在留の日本人も多い。 この町には3つのプロサッカークラブが存在し、最も有名なのが、日本人選手の小野真嗣が在籍していた、フェーノールットである。また、この都市で開催される、ロッテルダムマラソンも幅広く知られている。例年1月上旬に行われる自転車競技、トラックレースのロッテルダム6日間レースも人気が高い。男子プロテニス ABN アムロ世界、テニストーナメントも開催される。 ロッテルダムが、欧州の新しい、クールな都市かもしれない13の理由。cnn.co.jp。2020年9月8日閲覧。70年以上ぶりに発見。第二次大戦の幸福文書はフップ部2016年4月15日1979年の、運輸省、国際運輸統計などによると、貨物取り扱い量において、千葉が1.46億トン。 神戸が1.43億トン、横浜が1.24億トン、マルセイユが1.09億トン、名古屋が1.08億トンなのに対し、ロッテルダムは2.92億トンであった。ABCDEFGHIJKL、ロッテルダム、エーン・スターク・インターナショナル・メルク・ロターデム、エーン・スターク・インターナショナル・マーク、ロッテルダム、ザ・ネザーランズ、 シティオブロッテルダム P37 2015年3月20日閲覧。ありがとうございます。